はいどうも皆さんこんにちは。今回もご視聴いただきありがとうございます。外郭エクステンドパート5です。前回のパート4からおよそ1年と5ヶ月ちょい、これまた随分と時間が空いてしまい申し訳ない。まあただ、前回からそこそこ建築ができたので、そろそろ動画作ろうかと思って、今回に至ったわけですね。と言いつつも、実は他にも5分動画を上げてて、そっちで外郭建築していたので、そちらの視聴者の方にとってはあんまり新鮮味が薄いかも。まあ5分動画も最近上げれてないですが。まあいいか、とりあえず、やっていきましょうか。はい、というわけで和風建築エリアです。思い出せないという人は、お手数ではございますが、前回の動画を参照と思ったけど、ビフォーアフターしますか。これが前回のパートで紹介した時の状態ですね。で、まあいろいろと適当に建築物を生やしまして、こうなりました。というわけで、今回はぼちぼち散歩しながら、まったり建築紹介でもしようかな、と思います。入り口の門のような建築は、以前も紹介しましたね。もうかれこれ2年くらい前に作った建築ですね。和風建築にハマったきっかけです。そしてこの風景好き。この辺の建築も、以前からあったものですね。それっぽい建築をしようと、頑張って作りました。この辺を建築していた時は、曲線が嫌いだったので、斜めでどうにかしようと頑張った記憶があります。この辺のディテールこだわりました。あとは、和風っぽい橋。これも見ての通り斜め建築ですね。斜め建築かつ微妙な曲線を表現するのにハマっていたんですよ。しかも斜め45度とかじゃなく30度ですね。こだわりポイントです。ここの建築も前回少し紹介しましたね。前回は内装がない状態でしたが、少し内装を作りました。宿屋なので、ここはフロントですね。看板娘の肖像画です。女神かな?こっちに客室があります。和風旅館風にしたかったので、竹を無造作に生やしました。部屋です。バニラテクス茶だと今はこれが限界ですね。個人的には、この書に台を使った神棚がこだわりポイント。あとは、ありきたりですが掛け軸ですね。地上絵を使った地図を貼り付けて作ってます。ベランダからの眺めもそこそこですね。というわけで、次行きましょう。こっちにも橋を作りました。こちらは、先ほどとは違い斜め建築ではないですが、曲線にこだわって作ってみました。やっぱ、曲線の世界でいかに曲線作るかって、面白いんですよね。まあ、こんな感じです。小さいダムっぽいのも作りました。後で言いますが、水というか、お城のお堀も結構こだわって作ってます。で、ここにはたこ焼き屋さんを作りました。焚き火が追加されたので、煙が表現できるようになったわけですね。あとは、まあ適当にそれっぽい建築をちょこっと建てています。そして、桜の木を作ってみました。見ての通り、色ガラスですね。意外にしっくりきたので気に入っています。昔竹モッドで桜を生やしていたのが懐かしいですね。いずれ公式で実装されてほしいものです。はい、でこちらがお寺です。見ての通り、がっつり斜め建築です。斜め30度に傾いています。これはめちゃめちゃ大変でしたよ。おかげでしばらく斜め建築もうやりたくない病を発病しました。いやー、だいぶ脳みそこねこねされましたよ。特にこの屋根の形状ですね。見てわかる通り、大きさもでかくて階段とか半ブロックとか、いろいろ駆使しています。同じものは二度と作れないですね。そして、お恥ずかしい話ですが、この建築をするまで、私、お寺と神社の違いが分かっておらず、もともとは神社を作っているつもりでした。で、出来上がった建築物の形式的に、お寺じゃねえ、って指摘を受けたわけですね。はい、そしてこやつはこのお寺のご住職を任せたバケスタさんです。
あれ、売り場には巫女さんのフィリアさんがいらっしゃると思ったんですが。いませんね。おしっこにでも行ったのでしょうか。まあ後でカメラを確認すればいいですね。そしてここには絵馬があります。アマスタで看板を反転させてます。それっぽいですよね。そして、このお寺の番犬くんです。名前はグレバム。元は人間だったんですがフィリアちゃんにパワハラしたので犬にしました。じゃ、次は寺の中でも。このお寺にはデラックスリサちゃん像が鎮座しております。ご覧ください、この神々しさ。高貴で清廉な存在としてそこにいるだけで天にも昇るような波動を感じますね。まさに我が外郭大地の象徴たる存在。もちろん作ったのはこの私です。まずは元となるリサちゃんのお体を隅々まで調べ上げ、この斜め建造物に合うようにアーマースタンドの座標を計算し、幾度も思考と実験と称したセクハラを繰り返し、もう恥ずかしいから、その辺でやめてほしいわ。リサちゃんの腕の位置や足の位置がどうなっているのか直接触らないとわからないことがたくさんあり、おいごら。あれ、リサちゃんいつの間に。いつの間にも何も、私は、初めからずっといるよ。はい。で、このリサちゃんはちょっと重いのでこんな感じで消せます。ちょっと重いとか、なんか、嫌な感じ？こんな感じでリサちゃんに出し入れ自在。言い方？ちなみにこの周りのキラキラはパーティクルエフェクト使ってお寺に入ると勝手にキラキラが降ってくるようになっています。それではリサちゃんの中オスを邪魔します。ふむふむ、あったかいなりー。という感じでまあアーマースタンドなので簡単にすり抜けられちゃうのです。ふう、僕満足。さて、次行きますか。ここもまあお寺ですね。斜め建築じゃなくて普通の角度でお寺作りたいと思って作りました。まあ普通オブ普通って感じですね。このお寺にはさっきからチラチラ映っている五重の塔があります。マイクラでも結構五重の塔作ってる人いますよね。私もクラフターの端くれとして5つぐらい建てたいと思っていました。苦労した点といえば、大きさですかね。ディテールにこだわるとどうしても大きくなってしまい、周りの建造物とバランスがおかしくなりますからね。こじんまりと、その中でいかにディテールを突き詰めるかこれが面白いところでした。ちなみに中は空っぽです。本物の五重の塔の中がどうなってるか知らないですが、まあご覧の通り狭いのでこれ以上何か作るつもりはないです。コマンドブロックがここにある意味は、まあ話が長くなるので割愛します。さて、次行きますか。五重の塔の隣の路地ですね。こんな感じでへにょり坂があります。へにょり建築がやっぱり好きですわ。でこんな感じの山道を。登った先には謎のお墓があります。二つの墓石。まあ特に意味はないです。ただ見晴らしのいい丘にひっそりと三つお墓があるってなんか想像をかきたてますよね。それだけです。ここから見える姫路城がお気に入りです。いい感じに霞んでいる。はい、で、こっちに作ったのが武家屋敷的な何かです。まあ何がどうなっていれば武家屋敷か知らないので、ただのだだっ広い和風民家ですね。モチーフは東方の白玉楼、池には錦鯉が元気にパシャパシャしています。なんか知らない間にビーツという謎の植物が追加されてたみたいですね。この前リアルでもビーツサラダ食べました。うまいよね。はい、ここが玄関。ちらりと姫路城が見えるのお気に入り。で、内装は一応整えているものの、伽藍堂です。道場みたいですね。こんな感じの廊下があります。ここからも姫路城が綺麗に見えますね。ぶっちゃけこの建築は池の上に渡り廊下が作りたくて建てました。こんな感じの長い廊下がある建築物結構好きです。こっちは中庭ですね。枯山水を作ろうと思ったんですが、私にはこれが限界でした。とりあえず新しく追加されたブラックストーンを使いたかった感が隠しきれてないですね。
そして、やっぱりここからの姫路城アングル好き。あと、ちらりと見える藤棚。あれはまあ実験的に作ったらそこそこいい感じだったので、あそこに放置しています。今映ったのは蔵ですね。こっち側には滝があります。滝の水が跳ねる表現をパーティクルエフェクトで演出しています。コマンドはさっきのお寺と同じですね。コマンドブロックで指定の範囲にエフェクトループかけています。結構お気に入り。あと、お気に入りといえばこの花ですね。アリウムを無理やり水面に置いてハスの花にしています。今思いつきましたが水の中に昆布を置けばさらにそれっぽいかもしれませんなのでやりました。ちょっと想像したのと違う感じもしますが、これはこれでありですね。まあいいか。そのうちこういった花とかも実装されるかもしれませんね。ほい、じゃあ次行きます。次はこっち側ですね。城下町を作ったのでそれを紹介しようかと。あ、そういえば、こいつ。姫路城庭師のティベリウスくんです。広いお庭をワンオペで見てくれています。じゃ頑張って。では城下町行きましょう。この橋を気に入り。やっぱ曲線建築面白いですよね。ここは一応メイン通りを意識してて、人が多く行き交っているのを想像してるんですが、まあ見ての通り誰もいないゴーストタウンとかしています。村人らちってきてもいいんですが、その分重くなりそうなので後回しじゃい。あとは、まあ単調にならないように道をくねくねと張り巡らせています。こういう小道を作るの結構好きです。ここは、何の変哲もない民家の門です。これは、適当に作った馬車です。適当に作った割に意外にいい感じ。そして、こっちは裏路地です。表通りと違って、地元の住民だけが通るような裏道を意識しています。階段に水を突っ込んだドブがこだわりポイント。やっぱ階段とハーフブロックに水を入れられるようになったのは神が勝っていると思います。はい、次行きます。で、和風と言ったらやっぱ温泉でしょ。ということでこの辺はちょっとした温泉街を意識していますね。こういう小道よくあるじゃん。で、これは足湯です。温泉街行けば、そこら辺に転がってる足湯。寒い冬でも合法的に生足が見える癒しスポットですな。あとは、まあ普通の銭湯的なところもあります。内装はまだないですが、とりあえず風呂は作っておきました。スペース的にこれが精一杯でした。でもオーシャンビューの温泉。これは外せないポイントですね。隣は男湯。パンチすると女湯が覗けちゃうというドキドキ機能を搭載しています。もちろん逆から覗いてもいいんだぞ。はい、で次はこちら。ここはまあただの民家です。でも、ちょっと見晴らしがいい民家です。少し身分の高い上級国民ジジイが隠居して住んでる設定。内装は後付けなのでめっちゃ狭いです。まあでも眺めはいい感じ。これ作ってた時は庭にはまってたんだよね。で、カーペットという名の座布団に座ることができます。仕組みは、説明しなくてもわかりますよね。はい、そうです。エターナルインビジブルホースが床下に隠れているというわけですね。こうすれば、昔あった座布団 MOD を使わずとも、座布団を表現できるというね。あとは、さっきもちょっと言いましたが、階段に水を入れられるようになったので、複雑な形の池を作ることができるようになりました。
これは湧き水の表現。外郭の地下から水が湧き出てる表現です。あとは、ちょっとした滝を作ってます。これ、階段水のおかげでこういうのが作れるんですよ。半ブロックずれた1ブロック。まるでモッドみたいだなぁ。水路もいい感じに引けます。ここは、滝をいかに滝っぽく見せるかにこだわった時に作りましたね。複雑な水の制御を頑張った記憶があります。水つながりで、次はお堀でも見ましょうか。お堀に関しては、当初は私の完全な設計ミスでした。見ての通り水面の高さが全然ちゃうんですよ。一番下の水面が、外郭台地の標準水面の高さ。この船が浮いているところですね。で、そんなの気にしないで、それっぽいお堀を作ったんですよ。そしたら、思った以上に水面の位置が高くなりすぎてしまってですね。あ、これはアマスタで作った傘です。結構な力作ですね。すみません、話がそれました。で、まあ結局水面の高さを気にしないでお堀作ってたら、なんか色々高さが合わないことに気づいたんですよ。なので、逆にそれを活かす建築にしようと思ったんですね。というわけで、本来和風の城ではありえない、若干洋風チックな水門、というかまあこんな感じのものを作ったわけです。一応姫路城リスペクトですが、完全再現する必要はない。むしろマイクラなのでマイクラでしか作れない建築をやればいいじゃん、という発想ですね。という感じで、水で遊びました。マイクラの鉄則として、余ったスペースには水で埋める柿と草を生やせというものがありますが、まさしくそんな感じ。でもそれが意外と楽しいわけでして。この高さが、外郭の標準の水位ですね。こう見るとだいぶ姫路城はそびえ立っています。この辺はめっちゃ狭いですが、まあ趣があっていいでしょう。で、こっから外郭の川と繋がってるわけです。が、見ての通りこの辺はまだ工事中ですね。バイオーム的に何もしないと凍っちゃうんですよね。あそこに見えるのは峠の茶屋をイメージした何か。取り立てて紹介する必要はないですね。ここの風景を気に入り。ここは姫路城の門です。鹿児島県にある五郎門を丸パクリしました。いろいろ和風な門を検索していたら、五郎門が一番かっちょよかったんで採用となりました。姫路城もそうですが、五郎門も行ったことないので、コロナが撲滅されたら行きたいですね。ああ旅行行きたい。こだわりポイントは柱のトラップドア。柱の輪郭を浮かび上がらせてるのがポイントですね。うん、よし次行こう。お次はこいつ、マイクラにありがちな、大きな岩の塊ですね。さっきも言ったように、現実の姫路城にする必要はないというのと、せっかくマイクラなのでマイクラっぽい地形を残す意味で、ここに建てました。それと、次で説明するように、ここにこんなのをそびえ立たせた理由があります。わかってると思いますが、ここは外郭なんです。なので、地上を覆う必要があります。と、真っ暗で何も見えないですね。一応ここ地上なんですが、わかりやすくするためにポーション飲みましょう。はい、こんな感じ。でまあ見りゃわかりますかね。こんな感じで地上から山岳バイオームが突き出てるわけなんですよ。この辺はクリエイティブで外郭生やしたので、余波で一部丸石に置換されちゃってますが、気にしないでください。ともかく、見ての通り外郭の高さ以上に地上が突き出てる状態なわけです。で、どうしようかなぁと悩んだわけですよ。そんで出した結論としては、さらに外側に外郭で埋めればよかろう、ということですね。で、見ての通り、地上にギリギリ接しない状態で丸石を置いて、周囲を外郭で覆ったわけです。あくまで外郭と地上は格別されているポリシーは貫きたかったわけですね。まあなんか怪しいですが、これも仕方ない。でね、まあここはこれで OK なんですがね。実は。こっちにですね。あ、見えてきました。
はい。ご覧の通り先ほどとは規模の違う山岳バイオームが、外郭台地の大切な膜をぶち抜いてくれてるんですね。これは大変に由々しき事態なわけでして。一刻も早くこの不法侵入者を外郭の外側に追いやらねばならないわけです。うむ、しかし立派な山岳バイオームなんだよなぁ。地形自体はかっこいいので、元の地形を生かす形でどうにか覆うことができないだろうか。うむ。まあ時間も時間なのでこいつの対処は次の動画でやりましょう。はい、というわけでそろそろ終わろうかと思います。だいぶ更新頻度が下がっちゃって申し訳ないですが、マイクラやってないわけじゃないので、またそのうち動画作ります。それではここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。